Windows Windows のセキュリティ機能、Microsoft インターネットセキュリティアクセラレーションサーバー。Microsoft インターネットセキュリティアクセラレーションサーバーは、Microsoft のファイアウォールのソフトウェアである。以前は、Microsoft Proxy サーバーという名称だった。ISA サ,サーバーは、Intelligent Application Gateway と合わせて、Edge Security という位置づけになっている。Edge s e c u r とは、 ネットワーク協会のセキュリティを表し、複数のネットワーク接続点でセキュリティゲートウェイの機能を提供する。イササーバーは企業の IT 環境をインターネットの脅威から保護し、インターネットを介したリモートアクセスユーザーに対して企業内のアプリケーションやデータへの容易で安全なアクセスを可能にする。イササーバーの後継バージョンは Microsoft 4Flant Thread m a n a g ゲートウェイという名前になった。マイクロソフトイザサーバーはマイクロソフトプロキシサーバーと呼ばれていた。コードネームカタパルトで開発されたマイクロソフトプロキシサーバー V1.0 は1997年1月に初版がリリースされ Windows NT 4.0で動作するように設計された。マイクロソフトプロキシサーバー V1.0 は TCPIP を通じて ラン環境のクライアントにインターネットアクセスを提供する製品だった。Winsac 変換、トンネリングクライアントを介して IPX、IP SPX ネットワークのサポートも提供された。これによりウェブブラウザなどの TCP、IP アプリケーションがネットワーク上に TCP、IP なしで透過的に動作できる。Windows NT4 とは十分に統合されていたが、 マイクロソフトプロキシサーバー V1.0 には基本的な機能しかなく一つのエディションしかなかった。マイクロソフトプロキシサーバー V1.0 の延長サポートは2002年3月31日に終了した。マイクロソフトプロキシサーバー V2.0 は1997年12月にリリースされ NT アカウント統合の改善、パケットフィルタリングのサポートの改善、 および幅広いネットワークプロトコルのサポートが含まれていたマイクロソフトプロキシサーバー V2.0 は2004年12月31日に延長サポートフェーズを終了した2001年3月18日マイクロソフトはマイクロソフトインターネットセキュリティアクセラレーションサーバー2000をリリースした ISO サ,サーバー2000では スタンダードエディションとエンタープライズエディションが導入され、スタンダードエディションには、高可用性クラスタリングなどのエンタープライズグレードの機能が含まれていなかった。ISA Server 2000には、Windows 2000が必要であり、Windows Server 2003でも実行できる。ISA Server 2000は、Microsoft のサポートライフサイクルポリシーに基づき5年間のメインストリームサポートと5年間の延長サポートの 合計10年間のサポートライフサイクルを提供した最初の ISA サ,サーバー製品だった。ISA サ,サーバー2000は2011年4月12日にサポート終了になった。Microsoft ターネットセキュリティアクセラレーションサーバー2004は2004年9月8日にリリースされた。ISA サ,サーバー2004はマルチネットワークサポートを導入した。 統合された仮想プライベートネットワーク構成、拡張可能なユーザー及び認証モデル、アプリケーション総ファイアウォールのサポート、アクティブディレクトリ統合、サキュリーノット、及びレポートと管理機能の改善が行われた。ルールベースの構成も ISA サ,サーバー2000バージョンよりも大幅に簡素化された。ISA サ,サーバー2004エンタープライズエディションには、アレースサポート、統合ネットワーク付加分散、 および、キャッシュアレールーティングプロトコルが含まれていた。セキュアサーバーパブリッシングと呼ばれるイササーバー2004の中核機能の一つは、内部サーバーをインターネットに安全に公開する機能であった。例えば、一部の組織ではイササーバー2004を使用して、アウトルックウェーブアクセス、アウトルックモバイルアクセス、エクスチェンジアクティブシンクなどの マイクロソフトエクスチェンジサーバーサービスを公開していた。フォームベース認証認証タイプを使用すると、イササーバーを使用して、Web クライアントを事前認証できるため、認証されていないクライアントから公開されたサーバーへのトラフィックは許可されない。イササーバー2004には、スタンダードとエンタープライズの2つのエディションが存在した。エンタープライズエディションには、個々のイササーバーではなく、 アレーレベルでポリシーを構成し、複数のイササーバー間で負荷分散を行うことができる機能が含まれていた。イササーバーの各エディションは、プロセッサごとにライセンスが付与される。Windows Small Business Server 2000-2003プレミアムに含まれているバージョンには、2プロセッサのライセンスが含まれていた。イササーバー2004は、Windows Server 2003 Standard、または、 エンタープライズエディションで実行できる。Windows Server 2003 Appliance Edition 及び ISA、Server Standard Edition を含むアプライアンスハードウェアは様々な Microsoft パートナーから入手できる。Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006は2006年10月17日にリリースされた。これは ISA Server 2004の 更新バージョンであり、メッセージスクリーナーを除く ISA ササーバー v e r 2004のての機能を保持している。ISA ササーバー v e r 2006では次のような新機能が導入された。ISA ササーバーアプライアンスエディションマイクロソフトは ISA ササーバー v e r 2006ア p p l i a n c e e も提供しました。これはハードウェアメーカーからスタンドアロンのファイアウォールタイプのデバイスとして販売されている OEM ハードウェアに プリインストールされるように設計されている。アプライアンスエディションに加えて、イササーバー2006スタンダードエディション及びエンタープライズエディションは、事前構成されたハードウェアで利用できた。ありがとうございます。